走ったりウェイトしたり、そんなようなことばっかしてます。チームは合同での練習を自粛し、今は個人練習のみです。7月には日本代表が強豪イングランドと試合を行う予定でしたが中止になり、試合再開のめどは立っていません。選手たちはいつになるかわからない再開に備えて日々トレーニングに励んでいます。皆さんでこのコロナに対して絶対に勝ちましょう。この状況を打開して、もしその先に絶対に幸せな生活が待っていると信じているので、皆さんの努力で少しずつコロナも収まってきていると思います。もう少しの辛抱をして、みんなでまた頑張っていきましょう。そしてグラウンドで会える日を楽しみにしています。